私は日本共産党を代表して、日豪及び日英の部隊間協力円滑化協定に反対の立場から討論を行います。両協定は、日米同盟を中心に自衛隊の海外活動と外国軍との共同の軍事活動の強化を図るための措置であり、憲法9条に明確に反するものです。政府が新たに策定した国家防衛戦略は、 防衛目標達成のためのアプローチに、日米同盟の抑止力、対処力の強化のみならず、同志国等と,との連携強化を明記しました。同志国等とは、米国の同盟国、パートナー国を指していることは明らかであり、それらの国々と軍事協力の強化を図ることは、インド太平洋地域における同盟・パートナー関係のネットワーク強化と、 能力強化を推進する米国の戦略に完全に従ったものです。安保法制と日米ガイドラインの下で進められてきた自衛隊と米軍およびその他同盟国軍隊と一体となった戦争体制づくりを一層強めるものにほかなりません。両協定は訪問部隊の構成員などに対する刑事裁判権について日米地位協定と同じく公務中の犯罪に関し 第次裁判権を派遣国に与えると定めています外国軍隊の活動のために、日本の裁判権を放棄することは主権国家の取る,取るべき態度ではありません。両協定では、条約定、締約国間の協議機関として、合同委員会を設置し、協議の後、協定を実施するための取り決めを行うと定めていることも看過できません。日米地位協定における合同委員会では 両国の合意がない限り、議事録を非公表とする運用ルールが続いています。このため、米軍の駐留及び活動に関し、国民生活や地域社会に影響を及ぼしうる合意がされても、その過程は国会や国民に一切明らかにされません。両協定における合同委員会も、運用ルールについては、設置後の会合で合意されるとしており、日米の合同委員会と同様の取り扱いになれば、 国民の知る権利を著しく侵害するものとなるのは明白であります。以上指摘し、両協定に反対する,対する反対討論とします。